五両線は1931年から1945年まで営業していた京王電気軌道の鉄道路線である。一部区間は現在の高尾線となっている。大正天皇が埋葬された天皇下発の関東地区での玉五両が話題となり、参拝者の移動手段として京王電気軌道の手により付設された。開通当時には参拝の最盛期は過ぎており、普段は 北の玉五両前間の折り返し運転であったが、土日になると四谷新宿からの直通運転が行われることもあった。選挙区の悪化に伴い不要不急線として1945年1月21日に休止。休止後は、駅舎、レール、バラスト、河川柱の大半が順次撤去されたほか、同年8月2日の八王子空襲で、 玉五両前駅舎が消失するなど甚大な被害を受けた。その後は雑草が反茂するなど事実上の廃線となっていたが、築堤、一部の河川柱、橋梁等はそのまま残され、後の高尾線建設時に活用された。戦後に至り、京王堤と電鉄による宅地開発に伴うアクセス路線として、高尾線が計画され、北の山玉が 造船の一部として復活することとなり1967年10月1日に開業。残る山田多摩五両前館は高尾先進設区間の免許認可後の1964年11月26日付で正式に廃止となった。五両線のルートには二つの案があった。一つは当時の東八王子駅を降下化して八王子市街地北部と 同市横川町付近を経由し、多摩五両付近へ、京王線を延伸する、いわゆる北回り案。もう一つは、北の駅から分岐して、片倉を経由し、国鉄中央本線と甲州街道を高架で、オーバークロスして、多摩五両付近へ至る、いわゆる南回り案である。北回り案については、市街地が路線で分断されるとの理由で、八王子市議会が反対したために、 五稜線は、最終的に南回り案で建設された。京王電気起動時代橋脚が、塀の代わりになっている蒸気の通り、北の山田間は、高尾線の用地の一部となっている。京王片倉駅、北の寄りにある国道16号の下り線稼働橋は、五稜線開業時のものを現在まで使用しており、プレートガーターには、昭和5年株式会社、横川橋梁製作所の名板がある。 山田目白大館にある都市計画道路山田町並木線湖線橋手前で高尾線と分岐するがすぐに山田町並木線に合流するこの廃線跡は農地に転用されているが敷地内には京王亭と電鉄の境界標が残存するその先中央本線を越えて国道20号までの廃線跡は上記の山田町並木線の道路用地の一部となっており 中央本線をまたぐ、古線橋、築堤は撤去、整地されている。国道20号から武蔵横山駅、跡地、南浅川までの廃線跡は、住宅地に転用されているが、廃線跡に立つ住宅の配置に名残を残すほか、撤去された橋脚の基礎の一部が残存する。その先の南浅川砂岸の住宅地内には、橋脚2基が撤去されずに残存しており、 五両線最大の移行となっている。過去には撤去の動きもあったが、当時の家人が貴重な鉄道遺産なので、残しておきたいと断ったという。その先の廃線跡は、都営長房団地を経て、住宅地に転用されており、玉五両前駅跡地のある、三笹南公園正面の東京都道187号、玉五両線まで続いている。営業当時は、 神社社殿の風格を感じさせる駅舎と共に、駅前広場を用していたが、現在は痕跡をたどることは難しい。廃線跡のうち、高尾線分岐部及び南浅川佐岩の橋脚については、NHK 総合テレビ、ブラタモリで紹介された。ありがとうございます。